トスです今日はですね、最近買って良かったものを3点ご紹介したいと思います。それでは始めましょう。はい、えー、まずね、もうちょうちょうどい行きましょう。えー、まずはですね、サプリメントですね、えー、グルタミンでございます。 はい。グルタミンはね、僕ね、数年前摂取してたんですよ。ところがね、あんまりちょっとなんが効果あんのかないのか分かんなくて、フェードアウトする感じでやめちゃって、それでね、また最近なんかね、ちょっと飲み始めたら、あのー、めちゃめちゃ効果高かったんです。回復力半端ないっすよ。マジで。これね、あのー、もう<お>、これ、本当にすごい回復力が。 なんで前回体感できなかったのかなっていうのが不思議なぐらいもうとにかく。あの,高強度のトレーニングした後 に直後に、えー、飲むと、えー、相当次の日の回復力が違くて、えー、それでねあちゃんとレストしてサラ、えー、足に戻すとねもうね完全に体回復した状態で、えー、走れるまあその間にもねお風呂入ったり一応ねあのケアはするんですけども、えー、その回復という一つひと一,一,一つの要素としてグルタミン最高でしたはいでグルタミンってまあどうなのって簡単にご説明しますよ、えー、グル ミンっていうのはね、えー、体の中に一番たくさん入ってる、えー、ある非必須アミノ酸ですはい要するに体で合成できますでここら辺の話はねユ、えーチューバー、いろんなユーチューバー、筋トレユーチューバーの人がみんな話していて、えー、同じことをまあ言うだけなんですけどもまあまあせっかく僕の動画を見てくれ,るので見て,くれてるので、えー、僕も、えー、同じことを言っちゃうんですけども非必須アミノ酸ですで非必須アミノ酸自分で作れるからこそ大切だってことなんですよ はい。わかります必須アミノ酸っていうのは、えー、必ず取らないと体で合成できないアミノ酸。それは、えー、逆を返すとそこら中にあるってことなんです。はい。食べ物のそこら中にそれがあるからわざわざ体で合成しないんです。体は、人間の体っていうのはすごく精密にできてて、えー、余計なことはしたくないんですよ。えー。あの、だから取れるものは取ってる。 で、なかなか取れないものは逆に体で合成するんです。ビタミン C もそうです。ビタミン C もそこら中にあったから体で人間は合成できなくなったんです。で、グルタミンもそうです。はい。ってことは、グルタミンは、えー、体で合成できるんですが、普通に生活してる方だったら、まあまあ、食べ物からのグルタミンで全然間に合います。もう余裕で間に合います。ところが、仕事でストレスをかけると、グルタミンは使います。 えー、びっくりしたりしたり、えー、なんか嫌なこととか、なんか怒られたりして、どんどんグルタミア、あの、使われていきます。はい。そして、トレーニングもそうです。トレーニングって、もう、イコールストレスですよね。あんなもん、あの、ストレスゼロなゼロでは、あの、トレーニングする人いないですよね。で、僕、サイクリングだから、ポタリングだから、 関係ないだろうと思ったら大間違いですからね。基本的にストレスをかけながら走ってますからね。あの、ストレスっていうのは血管を収縮して血、血流を上げていくんですよ。え、あのー、完全にこうやって寝てる状態でサイクリングしてる人いないんですよね。<laughs> サイクリング、ポタリングっていうレベルだって、どう考えてもちょっと前を集中して、血流を上げて、息が少し軽く弾んで、楽しい気分でまあありますが、えー、ある程度ストレスを上げていかないと、サイクリング、ポタリングでさえできません。えー、そういった中、それでね、えー、2時間とかサイクリングしたとか言ったら、もう全然グルタミンって消費されていくんですよ。その中でグルタミンがかなり必,必要なので、えー、摂取した方がいいと思います。はい。で、えー、あと、 もう一つ、小腸の、え餌。小腸くんたちの餌、えいますよね。重毛というところです。重毛のケアも、えグルタミンはしてくれます。え唯一の餌なんですよ、グルタミンが。なので、グルタミンを取って小腸を強化してあげましょう。はい、そして、ここはどうしても、えグルタミンの時に話してもいいんですけども、え基本的に、えなんで、えグルタミンが相当必要だって、ここら辺がちょっとね、他の YouTuber では話さないんですけども、え軽く触れますね。はい。 まず人間は、えー、アミノ酸と人間の体は窒素がないと作られませんで窒素って、えー、要するにアミノ酸と DNA の材料なんですよ窒素ってはい窒素がないとアミノ酸と DNA をつく、えー、生成していけませんでその窒素を運ぶのがグルタミンなんですはい だから、えー、もう分かりますよね。とてつなく重要なものって。だから、えー、体の中で一番多いアミノ酸になるんですね。それほど重要なんです。で、えー、待機中、もう皆さんこれはもうね、中学生ぐらいで習うと思うんですけども、待機中78%が窒素です。で、21%が空気、酸素ですよね。はい。で、えー、人間はその酸素、21%の酸素を吸ってます。で、78%窒素は、えー、使いません。えー、濃すぎちゃって。ね。で、えー、じゃあそれ誰が使うのそれはもう 有名ですよね。あの植物くんたちが、えー、使います。で、植物くんたちのその窒素をでを、えー、合成体の中で合成してアミノ酸に、えー、して蓄えておきます。それの、えー、植物くんたちのアミノ酸をと からえ、あの、それ言うともう農学部の話になってくるんで、ちょっと僕全然分かんなくなってくるんですけども、えー、まあ詳しい方いるんじゃないでしょうか。えー、そういうふうに世の中ぐるぐるうまいことな、待ってます。はい。だから、それほどグルタミンっていうのはもう、その、生き死にのレベルなんですよ。だから、えー、相当ト,トレーニングをする人でも、え、サイクリング、ポタリングの人でもグルタミンは、えー、帰ってきたら一杯飲むのは、 いいと思います。はい。えー、あとストレス社会なので、えー、かなりいいです。はい。で、僕も体感しております。なので、グルタミン意味がないっていう人もね、動画で出てくると思います。はい。そういう方は、この、えー、サイクルのことまで分かって、 って話してないんじゃないかなと思うんですよ。ただ効果がなかったとか、そういう風になっちゃうんですけども、えー、まあまあ、これ以上な、はるとグルタミンだけど終わっちゃうんで、えー、今回はこの辺で終わりにしておきます。とにかくグルタミンっていうのは重要なアミノ酸の一つでございます。はい。えー、回復力が上がりました。はい。えー、そして、2点目なんですけども、まあ、良かったものという、まあ、一応中に入れるんですけども、えー、ステムなんですよ。えー、僕いろいろ考えて、えー、ステムの長さをね、短くしたんです。短くしてから、 前回のね、動画でのレース動画、えー、もうそうなんですが、えー、最近めちゃめちゃ調子いいです、えー。それはもちろん体力の上昇とかね、あのー、もうあるんですが、ステムを短くして、サドルをその分、えー、また引いて、えー、ちょっとフォームを全体的に見直したらめちゃめちゃね、上りとかがね、良くなったんですよ。そういった中でね、ステンを購入してで、今回も結局、えー、プロの、えー バイブ、アルミバージョンですね。前回のね、ビログであの、カーボンのね、バイブも出てたんですけども、え、角度17%のやつが発売してないんでございますよ。えー、そこら辺がね、えー、っと、まあね、他にも出たからの17度のステムもあったんですけども、なんとですね、あれもカーボンなんですけども、カーボンステムって結構幅があ,あるんですよ。 レックマウントをありますよね。あのカメラとか、えー、ライトとかサイクルコンピューターをつけるレックマウント、有名な会社ですよね。あれを噛ませたりするとね、結構、あのー、ステンが幅広いとね、で、エアロハンドルなので、もう隙間がないんですよ。なんとなくわかりますよね。はい。えー、乾かせる、レックマウント乾かせる。 スステムががくななっちゃううとねもうねもクリアランスがないんですよそういった中で、プロバイブのあの、アルミバージョンはね、えー、細身なので、えー、結構クリアランスが取れて、そこら辺のね、サイクルのそのマウントをつけるのも、結構ね、あの、余裕持っていろいろこうつけられるので、やっぱりいいなと思いましたし、えー、なかなか17、角度17っていうのはなかなかなくてね、えー、まあ僕ご存知のように僕見た目がすごく、見た目をかなり、えー、優先するタイプなので、やっぱ やっぱりね、あのー、ね、トップチューブと平行のステムってやっぱかっこいいんですよ。えー、どうしてもね、あのまあ、これは自分のこだわりなんですけども、えー、やっぱりえ今回何言ってもそ、 そのプロのバイブのアルミバージョンを買いました。はい。最高にね、やっぱりスマートになってかっこいいでございますよ。で、今回そのレースの時に、その短くしたステムで出場して、結果がそれなりに自分で満足いくような結果だったので、もうそのフォームで定着できるなと思うので、今回購入に行き着きました。で、もうはめております。かなりいいです。はい。そして3点目。ここがね、今回ね、相当ね、もう熱くなっちゃいますよ。 えー、だけどねもう尺的に、ね、もうどんどん、えー、なくなってきたのでちゃっちゃと割らさざるを得ないんですけども。<laughs> えー、ビットリアのコルサー、えー、クリンチャーですよ。はい。ええー、とですね、常日頃僕、ね、寝前のね、動画とかでね、タイヤとか、いろいろね、話をしてね、したんですけども、やはり言ってもビットリアのコルサーのね、グリフィンですっけのね、転がり抵抗がね、やっぱり未だに、えー、ん抜いてるんですよ。で、それで気になっちゃってて、でもまだね、あの、GP5000 の2、えー、が、ちょっとストックがあったんで、 ずっと履いてたんですけどもこの度ねパンクして見たらねもう GP5000 のもうあんじゃないですかあの溝、のこの溝が見えなくなったらもう使っちゃだめだよってところまで行ったんでえビットリアのコルサにしたんですよえそして今回のレース出ましたもうね、安心感が違うしあのいいっすよ、え。ー あの、僕、チューブラーでは、ビトリアのコルサーだったんですけど、クリンチャーでコルサーはね、意外に使ってなかったんですよね。で、まあ、自分でね、あの、あんだけ動画作ってるぐらいなんで、まあ、いや、ね、調べら、調べるほど一応、転がり抵抗が一番なので、えー、ほかいなってとこで買ったんですけども、まあ、いいですよ。え、で、まずね、かっこいい。僕が買ったのはね、あの、ダークラベルって言ったらいいのかな。あの、サイドは、ブラックの方、白い方じゃない方。え最初ね、僕、白い方がね、なんかちょっと古い めかしくていいなと思ってたんですけど、や,やっぱりタイヤはクロがかっこいいなと思ってクロやってもめちゃめちゃかっこいいんですよ。はい、えー、そんな感じでビットリアのコルサ。えー、で、あのコロガイ抵抗のね話はねあの前回のこの動画、えー、ありますので見てください。えー、ちょっとねぐちゃぐちゃになってる部分もあるんですけども、まあ、とにかコロガイ抵抗が今現状、えー、なダントツナンバーワンなので、えー、いいと思います。えー、で僕が買ったのは 25C です。はい。えー、実際28とかでもいいとは言われて てるんですけども、まあね一応25をずっと履き続けてるので25を買いました。で逆に言うと皆さんね28とか履いてる人いましたらコメント欄くださいよ。えー、乗り心地とかどうなのどういう風な変化があったのかね僕まだ気になるところがありますのでお願いいたします。はいそんな感じで今日は、えー、最近買って良かったもの三点でございました、えー。グルタミンでほとんど尺を取っちゃったので、えー、よくわからん動画になってしまいましたが、えー、ご了承ください。 <laughs> はいそんな感じで終わりにしましょう、えー、いつも通りですねちょっとでも楽しかったらいいねチャンネル登録お願いしますそして下の概要欄から s n ねチェックしてみてくださいそしてサイクルジャージインフィニットよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうバイバイ